はい、皆さんこんにちは、ミスタープランクスです。はい、今回はですね、はい、やっとメモリが届きました。はい、やっとパソコンのメモリがね届きました。はい、まあ先週の土曜か日曜ぐらいに注文して、で指定日をまあ今日にしたんですけどね。はい、まあ今日テスト終わったんで、まあ今日テスト終わって、その時にちょうどさっきのメガネと、まあんでこれが来ました。はい、帰ってきた瞬間にこれが届きました。ではまあ開封していきたいと思います。中に個人情報とかの紙が入ってるんで、まあまずはこっちから開けていくことにしましょう。はい、来ました。あ、これ新品じゃなくてもまあ俺良かったんだけど、まあいっか。はい、今回購入したのはこちらのメモリです。はい、まさか新品とは思ってなかった。本当は中古かなんかだと思ったんですけど、なんか新品で届きましたね。まあいっか、まあいっか別に。まあそれでも4000円だったらまあ安い方なんで。はい、まあ今回は FMV-C6230 用の、はい、メモリを2つ購入しました。はい、ではこの2つでこの、まあこの間コア2ドゥオに換装したこちらのメイン機を、まあメモリ交換していきたいと思います。はい、多分メモリはこっちだと思いますね。はい、まあ、まずバッテリーをまあ一応外して、なんとなくですけど、まずバッテリー外して、よいしょ、じゃあ外していきます。よいしょ、はい、こんな感じで外れます。よいしょ、でここをスライドして、はいはい、出ました。メモリが2つですね。はい、あれなんかこれ対応してるかなっていうか、なんかまああるんですけど、まあやってみたいと思います。はい、位置的に、まあいいや、この位置でやっぱりいいや。では早速変えてみることにしましょう。あ、でもちょっと外し方が分かんないですね。ちょっとこれ開ければいいのかな。こうしてどうすんだ。やべ、分かんない。なんか適当にやるとちょっとやばいですね。これの外し方もなんか、あ、これちょっと外し方まあ分かんないんで、まあメモリ乾燥したらまた紹介していきたいと思います。それでは皆さん、さよなら。